ドリブなし、うん、僕が先生なんですけど、うん、あれもあの半アドリブなんです。半アドリブあれ毎回やるたびにちょっとずつ違う。違う違う。あれもねもうほんまにあれそのあたりやったな。うまいこといった時はもうすごいんですよね。波にグワーッからね、うん、でも俺もほんまに腹立ってくるんで受ける方も、まあ、今ちゃんとか東出にもううーってなるからね、うん、あれはね面白い面白いよね、うん、スパーってすんねんな、うん、ドーンとあるとこ で、うん、であれはビデオになってる回が一番良かったから、うん、一番良かった回でうわー俺あれ後ろに捨ててる回もいっぱいあんねんな。いやあんねんあんねんあんねん、うん、違うところの良さはあんねんで、ああんねんでも結局トータルしてあの回が一番良くて編集者繋ぐわけにもいかんねん。そうやねでもあれは良かったな。あの時の柳田は面白かったな。俺もものすごい笑った俺。そうなんですよね。いい乗り方したなあれな。あれはね。なあ。あれも俺の調子だけじゃなくてみんなのいろんなものが合わさって今日はどんな柳田になるかなっていう。ほんまや。くしくも柳田楽しみとか柳田のという男の話やからね。それはもうええんちゃうかな。あの全然違うから。いや違うと言わんといて、違うと言わんといて、これはもうなんとなくこうええ感じでハマってきた話してんの。ぐーっと今もこう2人のジョイントが今もうまさに盛り上がってるとこやからさ、さあさあって言ってるもうこれはもう本当に聞いてる人にじゃあ委ねるわ。俺が間違ってる。見えよ高橋さん間違ってる。こっちがやめんのか。いやちょっと待って間違ってるとか。どっちがこのラジオやめんの。いや言うていいんや。間違ってるとか間違ってないとかじゃないでしょ。これはドリフターズ聞く。はい、ドリフの本当に本当にご苦労さん、ザ・ドリフターズ。本当に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 ご苦労さん。将来いや君来俺自分浜田ワンチャン伊藤おれんの。伊藤はおらんねん。伊藤おれんの。自分おったっちゅうねん。あじゃあ俺ん中でも伊藤と高橋がもう待って待っておかしいやんこの話を伊藤がすると伊藤ちょっと嫌な感じ。あなるほどね。あの時こう悔しかった。悔しかった。これはちょいちょい逆にワンチャンが振り出すんだよ。ワンちゃんの逆襲があります。逆襲がこれをああでもなあ純烈おもろかったなあ言うてなんとなく伊藤はシュンとなった。悔しい悔しい。おかしいな話やってな。三浦とずっと睨むしかみんな顔してるわ一応で三浦は意外ともうええわ。三浦はねうわ
って笑うけど、伊藤は横で多分たまらんかった。笑い切られてるな。メールは受けてるから。変な学生やな。だってお前忘れませんけど、最初に何かの曲、一番最初だったの何やったっけ、幼なじみか、幼なじみか、エピソードだけは忘れません。歌はどうでもええから、それ走りやから、入り口のとこやから。あのな、幼なじみで、なんか俺がちょっとどのきついメガネをかけなあかんなって、カズちゃんで、なんかリアル分かんない、どのメガネやって、歌詞の中では、ほんなら、なんか後ろで、俺ら何しやんけど、学生服用意してて、うん、みんな体育の、はい、わざわざ印鑑があって、学生服持って行ったもんな、それだけのために。で、あのね、15、ベルト、あ、そうそう、軍番、あれもカーキ色の、そう、あれ訓練がこれでこれええやんか、みんな揃えようぜ、みんな揃えよう、何やねん、この揃える感じ、そんなとこ見えへん、誰も見てへんのに、まあええわってあったやろ。ほいで体育館切りすぎてん、狭いんかい、ここのベロベロが、ベロベロがあんまあれへんの、うわ、かっこ悪、太ってるみたいに思われるから、太っちょこうやん、見るやんか。いや、みんなよりウエスト太いみたいになってるやん。ウエスト太いみたいに思われるのはもうすごい嫌や。やっても、そんなん自分ちゃんとやれるタイプやん。40何年間やってもだのベスト10に入ってるやん。それわかんねえ。みんなあれ、9位ぐらいに、みんなあれに合わせてきたんやから。そうやねん。うわ、着るもんや思てへんからね、女子は。そりゃそうや。あれ、みんな同じサイズや。みんな同じサイズや思てへんから。松本君、あれ、何年松本君、どっちもやんか。やってもうたな、あの今週の第9位だ。うわ、今週まあええやんか、うん、いや、ほいでね、体育館あったでしょ、うん、で体育館で、体育館あったか、体育館で歌ったんですよ。もうちゃんと聞けや、最初から。体育館で歌った、あれ外じゃないで、体育館で、あれ舞台の上上がんねん。で、体育館の横に外からこう、あって、全然覚えてないよ、これ。で、そこでみんな歌詞を覚えてて、で、俺パッと開いたら、俺の姿、俺と浜田が横におって喋ってたら、それがちょっと見切れたんや、見切れた。ほんなら、エレア受けたんや。で、浜田がものすごいニコニコした顔で、受けたー、言って、エレア受けたなー、言って、何をお前、そんな。あん時の浜田はもう、優しそうな顔やったね。なんか普通の今の学生とか普通やったら多分サッカーで球技大会でゴール決めたとか、あの時のあの逆転ホームランはすごかったな、すごかったな、いうみたいな話やね。それをなんか俺らはもう受けた受けてへんがそれになって、そんな他の学校やったら多分どうでもいいことだよ。この歌合戦結構みんな頑張ったもんね。言うても僕はギター持ったりしたいから、もうみんな鮮明に覚えてんねん。覚えてる。ほんなら伊藤や。で、伊藤それ言われると思う。もう何にもあれへん。そうかな。その日のポイントゼロやから。多分ほんまにあいつ、すごい熱気悪かったと思う。周り見てもあんまおれへんねん。手駒が。街だとかあんねん。偉いもんや。手駒があれへんやから。三原とかしかおれへん。三原か、いらん、誰やこれ、誰もおれへんねん、誰もおれへん、手繋がれへんねん、もう手繋がれへん、一人で行くには行かれへんしやな、伊藤も大変やから、あれ、まあ、あれは食材乏しでしゃあないんだ、あれ、あいつはあれはちょっと嫌な思いなんですよ。それをワンちゃんがちょいちょい、ワンちゃんあれ助かった、